空は快晴、中京11レース金庫賞、おっとハプニングだ。ゲート内に係員閉じ込められは脱出した。それでは各馬の紹介の間もなくスタートした。おっとスタートゲートのロープ破損か。各馬の紹介の間もなくスタートした。おっとスタートゲートのロープ破損か。ハプニング続きだ。飛び出したのは例の黄色い縦縞だ。動きが変だぞ。体が全然動いてない。面白い決勝だ。いや結構みんなそうだ。先頭を走るのは5番西村淳、10番人気。続いて9番松山浩平。あっと1番7番か早くも脱落。今レース高1点の牝馬にまたがる松山浩平、1番人気。人気トップと最下位の2人が後続を引っ張る体型。2-3-2-2の4分線となりました。さて5番はコスチュームと体勢からウリボーと呼ばせていただきましょう。さあ舐めるように各馬を撮影していきます。さあデムーロはどこだ。顔が見えない。おじけづいたかデムーロ。1番8番中盤をキープでいい位置だ。少し遅れて2番秋山、6番菱田、7番今下デムーロ。完走を目指しましょう。さあここから最終コーナーまでの間は飽きてくる時間帯となります。また間をつなぐのが辛い時間でもあります。この中腰シーンはヘルニア持ちには見るだけでも苦痛です。そろそろメインイベントが始まるか。各自収納式のしなる鞭をポケットから取り出すお祭りタイムだ。さあ始まった最後の直線、引っ張ったきタイム突入。後続にドロー飛ばしてる。あーすごい、みんな一生懸命肌が荒れる。あーすごい、あっと引きのアングルで早送りは面白いぞ。予想以上に面白い。あーすごい、肌が荒れる。これ両手使ってないか。肌がよ、取手で叩くのはずるくないか。ウリボーこのまま逃げるか。あっと最後に差し切ったか。こう一点の松山浩平、勝ったのは西村淳。後ろ姿からでもわかる馬頭琴さながらの綺麗な顔立ちだ。